これから亀丸さんの神社に行ってお参りをするんですけど、はい、100円、まあ、50円、1円、うん、もしくは100円、10円、5円でもいいんですけど、はい、まあ、自分の好きなお金を3種類持っていきまして、はい、左側から河川を置いてくるんです。で左側から置いてきて、はい、お参りをして、うん、住所を名前に言って、うん、今日どこどこの部屋に泊まってます、ないないです、うん、これから絵本を読むので、うん、遊びに来てくださいと言うと、うん、まあ、会える確率が高くなるという、はい、なるほど。絵本はどうやって読むんですか？絵本は持ってきてますので、はい、部屋で読みます。読んでると来るってことですか？はい。じゃあ絵本持ってきて読んで、その場で来ないかもしれませんけど、はい、うん、夢の中に現れたり、うん、確率アップですかね、来ていただいた、来ていただく可能性がアップするってことですか、ね、はい。で今ちょうど12時超えたところです。今の時間がいいってことですか？はい、日付を超えてその日に行ってきます。じゃあちょうど亀丸さんが眠くなった時に、そうですね、うん、では僕らが最初に行ってくるんで待っててください。はい、ちょっと近くまで行きましょう。行くるんですか？近くまで行きます。あ、行かないですか？めっちゃ暗いじゃないですか。じゃあお願いします。はい、一人で行っていいんですか？あ、もちろん、どうぞ。怖そう。なかなか帰ってまいりません。大丈夫なんでしょうか？あ、来ました。帰ってきました。来ました。どうしよう。戻ってきました。え？ちゃんとやってきました。左手は。はい、行きます。佐藤さん、ま、マシャン行きますか？はい、マシャン行きます。とりあえずじゃ行ってきますんで、はい、亀丸神社だけでいいんですよね？はい、僕のお金はその上に重ねていただければ。わかりました。怖くないです、うん、じゃちょっと行ってまいります。行ってらっしゃい。めっちゃ怖いですけど、やめなさい。どうせよ。会えるためにちょっと今行ってまいりますが、正直めちゃ怖いです。さっきちょっとこちらが亀丸神社さんです。ちょっとごめんなさい。よいしょ、ここありますね。100円玉、5円、10円玉、1円玉、これを並べたいと思います。まずは100円玉からいきます。とりあえず無事お参りとお供えをしました。亀丸さん、後でいらしてください。よろしくお願いします。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ご紹介してまいりました。左から100円、50円、1円でいきます。
私昨日ついてない。私何もしてないよ。ねえ、バニーは。座敷嵐が取れたみたいです。なんかちょっと映ってますね。映ってますね。これどうしたんですか。これはトモさんが見えて、リンゴジュースが飲みたいと思ってあげて、でお参りしに行ったらピコって取れちゃいました。